院高校さんからいらっしゃいました。パーセンテージの皆さんです、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ちょっとチューニングがかかるのでお話をしようかなと思うんですけど、さっきあれですね、 MC の方がなんかトイレが綺麗みたいなお話をしてて、私もさっき
もう来て、めっちゃトイレ行きたくて行ったんですけど、本当に綺麗なんですよ。なんか、わかります？電気って人間ポチって押してつくものだと思ってません？笑ってくれてありがとうございます。ポチって私はやるもんだと思ってめっちゃ探したんですよ。なくて、あ、やばい、これ真っ暗のままトイレするやつだって思ったら、そーって入ったら、パッて、中杉の人どこに、あ、いない、あんまり、え、あれパッてつくんですよね。センサーパッてつくんです。うるさいとかやらないで。でも本営も今新校舎なんか立ってるんで、ちょっとなんかトイレしながら、あ、これうちの学校もこうやってパッてなるのかなとかちょっと期待したんで、もしなんか保有に期待したら、ちょっと新校舎だったらトイレ寄ってみてください。すいません、トイレの話なんかしちゃって。もう準備ができたんだよね。じゃあトイレの話はここまでにして。はい、今の校舎全自動で見ていい？え、うちの校舎、うちの学校、私今までどこの学校だ